集団避難するのは珠洲市と能登町の中学生合わせておよそ140人です。このうち珠洲市ではおよそ100人が朝から保護者などとバスが出発する市民図書館に集まりました。楽しみもあるから不安は特にないです。選択とかも自分でするから、そういうところを頑張りたいと思います。自信があんまないっていうところで安心感があります。勉強をとりあえず頑張りたいです。中学生たちは午後には避難先となっている金沢市の施設に到着し、明日から授業が再開される予定です。